他では聞けない美容医療の悩み相談、ドレクエ広場スペシャル。このコーナーは口コミ広場に寄せられた美容医療に関する悩みや疑問のどれか一つのクエスチョンに専門家がお答えしていきます。今回の悩みは、首のシワがひどくて悩んでいます、治療することはできますか。こちらの質問に瑞穂クリニックの小松先生にお伺いしました。はい、方法はあります。首のシワといった場合、いわゆるネックレスシワといって、横方向のシワと縦方向の肉のたるみによってできるシワがあるんですね。首のシワは大きく分けて2つ、皮膚のたるみなどが原因で横方向に入るシワと、同様の理由なのですが縦方向のシワもあるんです。それぞれどういった施術方法があるのでしょうか。まずは横方向のシワについて。そのシワのところにヒアルロン酸を注入する、それによってシワ伸ばしを行うというのが一般的な方法だと思います。横方向のシワにはヒアルロン酸を注入するのが一般的なんだそうです。シワの部分にヒアルロン酸を注入することで、シワがほとんど目立たなくなります。では縦に入ったシワの施術方法は。いろいろな機器があります。例えば、超音波でドット状に皮膚の奥の方を焼いて引き締めたりとか、皮膚の表面に炭酸ガスレーザーを照射することによって、シワを取る、あるいは高周波のようなものを当てて皮膚の組織を、引き締めるなど、さまざまな方法があります。一つ目は超音波を当て皮下組織を焼いて肌を引き締める方法。二つ目は炭酸ガスレーザーを照射し、皮膚に小さな穴を開け、その穴が治っていく過程で収縮させる方法。三つ目は高周波のレーザーを当て皮膚の細胞を刺激し、コラーゲンの生成を促し張りを戻すといった施術方法があるそう。縦方向のシワには医療機器を当てるとシワが改善され目立たなくなりました。というわけで、首のシワを取るにはご覧のような方法で施術が可能とのことでした。ここでオンエア未公開。先生、医療機器での施術を行った場合、ダウンタイムはあるんですか？超音波を照射する方法ではほぼダウンタイムはありません。炭酸ガスレーザーを照射する方法ですと、表面に細かいかさぶたなどが生じますので、それが剥がれるまで1週間程度要することがあります。高周波を照射する方法でもほぼダウンタイムはないと思います。軽度の赤み程度は生じるかもしれませんけども、ほぼノーダウンタイムと言えます。これって新しい彼にバレない？理想の二重になれますか？脱毛は皮膚の除去手術をしたいと思います。軟膏以外のどんな治療法？皆さんの口コミや相談、毎日チェックしています。月間100万人以上が利用している美容医療系ポータルサイト、気になる美容医療は口コミ広場にお任せ。